準備 OK？ いきますよ。さあ、またまたおいでんコールで始めていきましょう。いきますよ。おいでんコール。 O I D E N、 おいでん。広く地元を盛り上げているメンバーたちです。元気いっぱい踊ります。おいでんの元気を地元の夏祭りに持って帰りますという地元の形ですね。地元の夏祭りがこのおいでんの、ね、チェスボードって言おうとして、チェッカーフラッグって言おうとして忘れました。 F1 のねゴールで他に例えはないのかというぐらいちょっと申し訳ありません。生放送らしいです。もう自治区のみんなと1年ぶりでパワー全開に楽しくおいでん祭り。今年は若手の仲間が増えて嬉しいです。ベテランの踊りも見せ、下小屋の元気をアピールしたいです。なるほど、まあ、平均年齢も下がったことでよりパワフルに踊れるんじゃないですか。こちら基本の民謡調、美しく踊りますということです。おいでん祭りはディスコ調と民謡調があります。皆さんこれが民謡調です。成長、正しい踊りですね。そうですよね。踊りの陽子さんの男子ムード知ってます。はい、踊りが終わってしまいました。これ次踊り。さあ、そんなイボショーキラキラキッズパーティーの皆さん、手を回してなんかほらこう韻を結ぶような感じで、これがきっと景気回復の術なんですよ。これがですか。景気回復しますよ。決して安易ではないと思うんです。古すぎますよね、ギャグが。何十年前なんでしょうか。この子供たちはアインの世代ではありませんから。知らないですね、これ。あ、これだ。レッツゴー、ゴーゴーレッツゴーレッツゴー。キラキラって言った。キラキラって言った。さすが囲碁将、キラキラキッズ。あの辺りで景気回復の術ですかね。回復してるそうです。まあこれで100年に一度と言われてありますよ。よかったですね、指が足りてたかと思った。今。4色か5色かな。また赤を持ってる人、赤だね、はい、看板持ってる人赤ですね。で、黄色、緑、青、ピンク。あ、衣装、4つの色を使ったって書いてありました。あ、なるほど、見落としてましたね、そこをね。4色です。いやー、まあカラーズはね、ほんとこう鮮やかなレンですけども、こちらも艶やかですね。これステージ上ですかね。観客の人もちょっとおたげチックな振り付けも入ってますね。おたげ禁止でありませんから、ここは。はい、禁止じゃないです。存分に取り入れてください。前を歩いてる、ね、男の子が盾と剣を持ってるのかな。狼旗って書いてますけどね、プラカードが、はい、盾みたいですね。そうです、これが剣の方ですね。皆さんも刺されないかとちょっと祈るんですけど、下手を打つと刺されますからね。なんかピーターパンな感じのね、連もいますし、まあ各賞がね、もう発表されちゃってますんで、はい、ここから覆ることはありませんけれども、はい、もうあとね、ちょっとですから、もう悔いの残らないように踊り切ってほしいですよね。こちらファンクスじゃないですか。トヨタふれあい賞を受賞したトヨタファンクスの例の皆さんが映ってますけど、はい、一度解散したんですって。おととしトヨタ大賞一回取ってますよね。ねえ、なんか記憶があります。それこそ僕ね、踊りの中でヒップホップがね、ストリートスタイルが増えましたよって言いましたけども、はい、ファンクスの皆さんは本当ヒップホップな感じですごくダンスがかっこよくて ね印象に残ってますが、一回解散されて、はい、また復活。やっぱりね、寂しくなるんですよ。またおいでん踊りたいねっていう気持ちになるんですよね。そして復活して受賞ですからね。はい、おめでとうございます。さあ、保育シーズが来ました。はい、優秀賞を受賞しました。保育シーズ、チーム名通り、ね、豊田市内の保育園、幼稚園勤める保育士の仲間、保育士の子供もおいでんの楽しさを受け継ぎ、親子2代で参加するメンバーもいるそうです。まあね、リトルおいでんでもしかしたらね、先生をこの番組放送中にいただいた方から抽選をしたいと思います。聞いてくれるのはあやちゃんです。はい、はい、
じゃあまずは、キリンの一番搾り24本。3名様に。3名様に。はい。じゃあ、はい。はい。さあ、ありました。ので、はい、さあそして続いては、はい、クックゼン、はい、クックゼンとクックゼンとっておきレシピ本セットですね。お預かりします。これお二人ですか？お二人ですね、はい、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ペンネーム美容師長の小野田さん、当たりましたよ。はい、おめでとうございます。もう一人はですね、ペンネームスヌーピーの方ですね。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。レシピ本セット当たりました。そして次が本格料理だしを家庭で楽しめる塩の一番なんと天然蜂蜜ハニークリーマー。はいはいはい、はい、これはお一人ですね。おめでとうございます。ペンネームナウヤングのおっさん。ナウヤン、はい、どうもナウヤン。ハイターネットでライブ配信見てくれた方ですね。ありがとうございます。この回ありましたね。おめでとうございます。さあそして残すところがクリスタルストーン付きバッグ。はい、あの可愛らしい名様バッグですね。大人可愛い感じの。さあどなたに当たったんでしょうか。はい、おめでとうございます。ペンネームキコさん、おめでとうございます。キコさん、おめでとう。最後をしながらひまわりネットワークのテレビを見ていくれた方ですね。じゃあお家でねいらっしゃった、ね、おいでん会場には来られなかったけれども家で見ていたからね、これ応募できたわけですからね、はい、おめでとうございます。